Sous-titrage Société Radio-Canada.
いつまでたっても暗くしてるのは宝晩までプルフルル朝起きたって学校行ったって休息の時だってだって昼休みだって帰る時だって考えちゃうんだもんもうどうやってここから抜け出したらいいのですかこうやってまた繰り返しのプルフルルそうやって優しく笑ってくれる君にだけどうやっての紡ぎ出すわアホの見てるとちょいで食べる一瞬なんて浮くぞ浮くぞチュッポ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 死ぬよ子供の前で気分にも脱ぐなんで私にはよくないただものが見ない分子となってくるわけが見ない伸びない伸びない伸びしてる仕事は無理だためで殺して愛を買うねしまんねTeam